6月の4日2日じゃない4日です4日、はい、4日、はい、日なしゃ行きます。日曜日です。はい、日曜日の日なしゃ行きます。いい天気です。暑いね。暑い。昨日の朝は雨が降ってるせいで臭かった。換気しましょう。今日もなかなか匂いがする。よっ、よいしょ。暑い、暑い。おはよう、おはよう。今、あ、みんなで集まって寝てたんかな。この。おはようございます。足が悪い子も。換気扇回すのどうなんだろうね。え？な、どういうこと？新しい日なにより近いの、換気扇って。そこほら。まあまあ。ずっと回しっぱなしは良くないけど、換気も大事らしいので。慣れるかな。慣れてもらうしかないね。まあ一番最初にここに入ったひなが一番楽ちんだね。ああ。音からも遠いし。そうだね。いつも私が撮影してますけど、撮影しないってなると楽ちんですね。早くできちゃう。じゃあハエがいる、ハエが。28.4 の熱ここ 30.9、 はいはいはい。餌残りは皿に1個。はい、今日は掃除する。掃除をしましょう。よし、日曜日だから。あれ、掃除する日にちは決まってん？今水日にしている。なるほど。もうちょっとやりたいけれど。いや、違う。はい、おはよう。はい、朝ですよ。何してんの君。いつからここにいるの？大丈夫？大丈夫？風邪ひいた？大丈夫？大丈夫だった？27番はどうなんですかね。何があったんですか？いつからかわかんないですけど、うん、水桶にずっとはまってて。あ、足が曲がった。曲がった？水桶にはまってこの状態でずっと多分ずっと固まってた。立てないらしいよ。水桶にはまったか。重しを横に入れてだよね。そうだね。まあでも頑張って立ってもらうしかないです。あ、いけるか。頑張れ。回復を信じるか。だね。うん。石で擦れたのかさ。うん。背中、剥げてるし。赤くなってる。かわいそう。悲しい事故が。ねえ。悲しい。あ、あとここ開けると明るすぎるので閉めませんか。あ、いいよ。うん。逃げろ。やっぱり夜はヒーター下しか減らないの。本当だ。完全にヒーター下はないのに。これも見えてないからではなく、多分見えてないんだと思う。気づいた。あった、餌だっていう感じで食べてくれそうです。やっぱね、小さい時は石は横置きだね。横置きじゃないとこういうことになってしまう。
忘れてた。お掃除の時も回す？回すか。回そう。回すか、はい。交代してもいいですね。あ、でもこれで片手で持ってペリって剥がせばいいんだよ。うん。じゃあやる、それで大丈夫。あ、今日は剥がす側に回るってこと？剥がす側に回る。ともちゃんがね、フンを引っぺがしている間に僕はちょちょいと水洗いにして。フンを引っぺがすってパワーワードだよな。フンを引っぺがす作業なんてあるのか。フンを引っぺがすショート動画を境にまたショートは1万いかなくなったんだな。不思議だな。乾燥してるからか、フンが全然剥がれませんね。食べないで。よいしょ。取りてあ、でも自分で取ってるよ。フンが全然剥がれづらい。お前たちもっと剥がしやすいフンをしろ。いや、もう限界が近いのかもしれない、このシステムの。よいしょ。次はもうゴミ箱行けよ。怖いこと言ってる。一緒にフンと一緒に。だから大好きなの、フンが好きなの、ゴミ箱も変わる。変わる、いいよ。私まだこっちの方がいい。あ、でもいいや、今日はこっちのヒペガスの方やろう。だからもうチリキリが地面に来た瞬間ダッシュしてくるの。何君元気ね。見てこの人、この人、この人行く。うん、ほら、ほら見ろ、ほら、ほら、ほら、いやー、イエーイって感じだ。ほら、ほら、マタドールか、お前マタドールができちゃう。マタドール、え、あの闘牛士みたいな。あー、すごい熱心についてくるね。フンに興奮して、フンに興奮するダチョウ。それはちょっと嫌だよ。あ、ポリタンのスマホが攻撃されてる。全然取れない。変わる。うん、そうね、変わろうか。ああ。座ってもらおうかしら。はい、はい、はい、はい。もう入ったじゃんか。もう入ったし。ちょっとどいて。はい、もう捨てるよ君たち。ほら、何が好きなの、みんな掃除が好きなの。すごいテンション高い子いるね。どうしたどうした、掃除が大好きなのか。はい、君もうかわいいね。ほら、ブラシでこすったらできる。掃除やってくんないかな。ね、掃除好きなダチョウ。もういいかな、ちょっと進めないか俺が。ブラッシング、ね、ダチョウってブラッシング気持ちかったりするのがね。あー、好きなんじゃないかな。これどう、これ。全然気に留めてないけれど、でもこいつが、こいつがこう早いよ。うん、何、ちょっとどいて、ごめん。元気なのはいいことだよ。踏んで興奮して元気になるって何よ。ねえ、なんかお掃除の時すごい元気だね。ね、掃除好き、うん、綺麗好き、それともほらあれじゃない、せっかく綺麗、汚くした部屋を、うん、
僕らの部屋を勝手に掃除しないで。ああ、そういう、そっちかな。思春期の子供みたいな。勝手に掃除しないで。ここにあった何、どこやったのって。ね。ここに張り付いてた糞どこやった。そういうこと？あるかもよ。出てけ出てけって長い長くついてる。ああ、ごめんね、出てかないよ。ちょっとどいて。この子小さいのに元気ね。ね。一番元気だ。めっちゃダッシュするじゃん。ブラッシングしてあげるよ、ほら。おーおー、ミサイルみたいに飛んでくるね。ね。うん。チリトリを脅すと走ってくるよ。かわいいっちゃかわいいけれど。俺とトモちゃんの場所行ったり来たりしてる。うんうん。どっちも気になっちゃうんだ。疲れるぞ、好奇心旺盛は。音なしで己を鍛えてるのか。ありえるな。ダッシュダッシュ。あ、すごい、股抜けした。今、この9番ちゃんの股をこの子がくぐりました。強。だって。どんだけ小さいの、お前は。ふぅ。何、気になっちゃうの。かわいいね。ね、つまずいちゃうよ、危ないよ。ね、お前はでかいから、ちょっと可愛くない。ひどい。足が曲がっちゃった子もね、食欲はあるし元気なんだよな。そうなんだよ、食べるんだよ。何してんのね、イナバウアーか。あんまりフンを食べないでくれ。美味しくないでしょ。どうなんだろう、美味しくないのかな。わかんない、美味しいから食べちゃうのかな。栄養はそんなにないはずなんだけれど。ダチョウが出してるからさ。エミューの方がどうなんだろうね。そんなに吸収率悪いのかな。なんか糞を見ていると結構残っているね。うん。穀物がそのまんま。座った。あ、座った。ほら、お前らもおとなしく座ってなさい。まあ、活発なのはいいよ、活発なのはね。活発でそれでいて言うこと聞くダチョウになれ。ダメ、糞食べない。どうしたの？どうしたの？フルクに回らないで。どうした？フルクに回って。え？あたさしてるダチョウが一匹。あれ？これ？そう。あ、この子か。なんか首苦しそう。フンを食べたか？かな？フンの食べ過ぎ？あ、あ、ダメだった。まだ元気、まだ大丈夫かしら。パニックになってるだけかもしれない。なんで一人だけ。うーん、まあそれも性格だ。ちょっとごめん。長靴が好きね、みんな。だからダメだった、本体ついちゃう。どいてー、どいてー。みんなごめん。あらららら。え、転んだ。いや今ケンケンパして。ああ、分かった分かった分かったよ。一人だけドグポイン連れて帰る。ごめんごめんごめん。はい、はい、まだまだまだ超元気。19番。うん、はい。もうそんなに生まれたのか。足が捻転する子が驚くと飛んでいくね。
ケンケンパで飛んでっちゃう。炎天な、なんとかしたいです。炎天、そのためにボックス作ろう。そうね、やっぱり最初から怒らなくさせるっていうのは無理なのかな。炎天ゼロ、それはもうそいつの体の問題じゃない。そうか、股関節が弱いやつは曲がっていくしさ。そうだね、骨が弱いと曲がっていくのかな。難しいですね。ごめんよ。最初からこの子は粘点するだろうって決まってればいいね。まあでそれでも育てるけど、なんかレントゲンでさ、どんどん金がかかっていく。そう、そんなにお金は正直かけられないですね。え、闘牛的な闘田町。そうなんかこの子はあの前、俺の流れを見た瞬間、めっちゃダッシュで来る子になりそう。昔のね、99番ですね。ちょっとごめんね、踊り食いしないでください。踊り食い禁止。はい。息ぴったり。とまあこんなとこで、はい、皆さんの世話終わりますか。そうですね、まだ終わってないけれど。そう、でもね、なかなか長いのでね。はい、ここから餌と水あげてね、皆さんの世話終わりです。それでは皆さん、はい、良い一日を、良い日曜日を。